アーサーーサビナーのラジオりり続く影響とかねそれが人間同士にどういうふうにこう響くかってそのこともずっと気になっててで丸木俊さんとイリさん が作った「原爆の図」という、はい、まあ雄大なすごい作品があって15点の大きい絵画今こう屏風絵になってるんですけどその,その絵からこう切り取ったその映像で紙芝居を作ろうと思った時に、はい。 ちょっと無謀なことだし、ねやいや。あの原爆の図は確かに私も見たことあるんですけれども。<laughs> あれを切り取って紙芝居にできないでしょうと正直思うんですよね,ね。あのみんなに言われました。<laughs> まあ七年かければできる <laughs>。<laughs> しかも紙芝居だんかまあ子供が見るものですもんね。そうですね。まあ老若男女ですけど、まあ、でも,も本当も子供が。子供たちも見て。うん こうすんなり入ってくるような。絵とか、言葉を選ぶわけですもんね。そうですね。絵がもう瞬時に伝わらないといけないし。<う>でも、こうトシさんとイリさんの。絵はその。うん、まあ、そのまんま。ね、紙芝居になる。とは。ないと思うんだけど。その。いじり。害があるんですよ。<ー>いじり害が,があるって、偉そうに言っちゃうん、ね。<laughs> なんだろう。あの。 いじっても大丈夫。えー、あのビクともしない。ビクともしない。うん、もうトシさんのデッサン力って多分、うん、もう世界一だと思うんです。もうすごい描写力なんですよ。うん、あの線がだから猫が語り手になってるんですけど、その猫の絵ってそんな豊富にあるわけじゃなくて、うん、こう素晴らしい猫があのみんなの足元にいるのを切り取って、その猫を何回か使ってるんですよ。 だけど思いいっきり拡大してもブレないんですよんだからその猫からこう作れる絵がいっぱいあるわけその一枚の実物大ぐらいの黒猫を描いてるだけなんだけどそこから目だけ切り取ってブワーてできるで絵の力が底力があるからその、うん、まあ作れるかなっていうふうに思って。 いろいろ切り取ったりしてるうちに「えっ!」って気づいたんですよ。原爆の図15点もう動植物描いてるし人間何百人正確に数えてないけど500人ぐらい登場するんじゃないかなと思うんですよその全部で。灯籠流し架は川描いてるしもう水の中炎すごい描いてるしいろいろその。 建物は一切いいてないんですあそうですか建造物ゼロ言われてみるとそうかもしれないですねあり得るだって資料館行ってごらんなさいよもう建物の写真ぐらいしかないんですよそのいや人間の写真もあるしいろいろだけどどうしても広島の実相とか広島の被害とかって書く時は大体その、まあ、米軍の撮った写,写真もいっぱいあるんだけどその。 破壊された街で建物でしょだって原爆ドームが世界遺産でしょだから建物で語るのがほとんどもう主流って言っていいぐらいこう建物を見せるその前後あの、えー、広島県産業奨励館の写真と今の。 姿あってでそれで原爆がどれほどの破壊力だったってみんなやってるのにトシさんとユリーさんはそれを拒否したの、うん、建物に一切関わらない、うん、依存しない、うん、なるほどで何だろうと思ったんですよあ<ー>あの自,自然現象としてたまたまそうなるっていうのは絶対ないから<ー>でトシさんとユリーさんあの,あの世行っちゃったから聞けないんですよ、えー だけどやっぱり2人が残した言葉とかずっと読んでいくとい要するにその生き物の問題でしょって生命体のことでしょってその建物はその原爆で壊れたものもあれば最近広島もう市内いろいろあちこち再開発してるから駅の周辺にあの 原爆当時からあるものがいっぱいあったんですよ、うん、10年前今何もないんですよ、うん、全部壊すだから原爆で壊れなくても壊されるしその建物に託した思いってやっぱりこう形だけだけど生命体建物はね多少のセシウムとかストロンチウムとかがまぶされても。 そんなに変化はないけど人体とか猫とか犬とかの体はそこが致命的でしかも目に見えないし匂わないしその僕らの感覚だけで捉えたら普通じゃんって思うけど実はそこに恐ろしい危険が潜んでるってでそれが体内に入ったら内部被曝ってトシさんとイジさんは実はそ,れをそこを中心に。 書いてるから建物がな,いんですよなるほどでアーサーさんの紙芝居もですからもう生き物だけでいやーもう困っちゃったんです <laughs> 建物がないじゃんって <laughs> 気づいたなんで気づいたかというと建物探してたの <laughs> そうなんですねで僕はねそのほらトシさんとイリさんは原爆の図で、まあ、1945年からこうその8月から始まる 物語だけど僕の物語はその,その前から始まんなきゃいけないでしょうそのでのの空襲を描きたたいと思ったの、はい、で僕の,あの「探してます」絵本があってその「探してますの」のなんか2番目に登場する宗く君っていう少年が「呉の空襲」を体験して愛媛の大三島に帰って「呉経,経由」で。 大変な思いをしてで戻ってきて8月6日に広島で今度はピカに会ってるわけでそれまあその宗池くんの体験がすごく自分の中にこう入っちゃっててその紙芝居を作る時宗池くんは登場しないけど呉の空襲の話を盛り込みたいっていうかそこその8月6日の前ですから直前。それで クレの空襲をどうやって絵で描けるかと思った時に建物が欲しいなと思ってなるほどそしたらゼロで,でどうしたと思いしましょうかねそれでいや作るかいや作れないし <laughs> たそれでいろいろ探してたら船は出てくるんですよ。はい、えっと原爆の図なんだけど実は水爆も登場する。年の えとビキニ干渉の水爆実験、はい、実はビキニ干渉は1946年から、うん、原爆投下から1年も経ってないのにプルトニウム弾の,あの使用が始まるんですけど、はい、ビキニ干渉でその水爆もやってその時に第五福祉丸をはじめとする日本の船がたくさん、はい、あの硬化物を浴びせられて第五福祉丸が焼津港に戻る。 絵があるんですよ。焼津っていう、ね、そうすると、船って、その。まあ、木造。で、建物と違うんだけど。あの、操舵室っていうのが乗っかってんですよ。船に。それを操舵室だけ切ると、家に見えるんですよ。<laughs> <へー> <laughs> <laughs> それで。としさんといさん。あの世で怒られるかもしれないけど。大いぶフリマの操舵室を。呉の空襲の建物にした。 なんかでも頭の中で想像がこうどん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 膨らむけどちょっとどんな作品なのかすごい気になりますよね,ね実際にちょっとその相談室を見てみたいですい,いいですかじゃあ,あのちょっと紙芝居のおじさんに、ね、あの今からバケますので <laughs> この広島テレビのスタジオでアーサーさんが自ら紙芝居を披露してくださいそうです紙芝居のいいところはあのどこでもできる機能<ー>、えー、箱に見えるものがあるんですけど、はい、これをあの紙芝居の世界では舞台って ええ。<お><ー>上芝居舞台。持ち運べる舞台。そうですね。あのー、もう袋に入れて、どこでも持ち。ですけど<ー>、えー。これから舞台開けて。演じたいと思います。はい。お願いします。紙芝居の始まり、始まり。ちっちゃい声。を。はじめまして。僕の名前は九郎という。 君は人間だな僕の言葉分かるかいそれはよかった猫の話全然分かってくれない人間もいるからね僕は広島に住んでるけどこの広い町で猫のこと分かってくれる人間はうちの姉さんくらい「クロちゃんおはようお腹空いてるでしょ?」。毎朝姉さんはご飯を作っててくれて それから一倍でからけるんだ大変だよ暮れの町は真っ赤っかアメリカ軍の飛行機がどんどん爆弾を落としてメラ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 燃えてる今度は広島に落とされるかも鳩は爆弾を落とさない猫も爆弾を落とさない生き物はみんな落とさない人間だけだな爆弾を作って落とすのは。 どううしてだろう人間の体だって猫や鳩とみんな同じみんな細胞でできてるのにその時いきなりピタ太陽より100万倍も眩しいのがキリキリキリッと刺さってきた次の瞬間ゴー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 ガッシャー痛い助けて潰される普通の爆弾じゃなくて。 原子爆弾原子爆弾は新しい殺し方チリ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 後から後から殺される細胞を壊すものが空から降って土に潜って体の中まで潜り込む細胞は見えるけど元気じゃない新しい細胞がもう作れないんだ僕の細胞もチリチリ ちりじり壊されて体のちっちゃい声は止まって消えたもし細胞の声がずっと聞こえていたら君はきっと生きていけるんだ ありがとうございました。